どうも皆さん、おじゃすってことでね、今回もブレスオブザワイルドやっていきたいなと思います。今回なんですけども、ちょっと前回、こちらのね、鳥人間コンテストをやって、あそこのガノンがいるハイラル城に行くっていう、検証をやったんですけども、その中でですね、厄災ガノンの BGM で、このハイラルの世界をね、旅できるみたいな、そういう、なんかバグみたいなの見つかったんで、見つけたというか、見つけたんで、ちょっとね、それを使って、ライネルと戦ってみようかなと思います。はい。で、追加で、この、やぶさめホバーのね、戦闘の小ネタみたいなの、小技みたいなのをね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。それじゃあ、レッツゴー。で、手順といたしましては、まず、やぶさめホバーの状態で、この鳥人間を、開始すると。で、この飛んだまま、ハイラル城に入って、で、厄災ガノンの最中でですね、相手の攻撃を受けると、フィニッシュってなって終わるんですよね。で、なぜか、そのハイラル城、あ、その、厄災ガノンの BGM が鳴ったまま、鳥人間のとこまで戻されて、そこからは移動は自由と。で、しかし注意点が、ワープしてしまうと、BGM がなくなってしまうので、そこだけ注意ですね。なんで、あそこにたどり着いたら、戻されたら、その足でね、闘技場まで、向かうと。この、自分の自らの足で。はい。そこがちょっと苦労、一苦労なんですけども、そこはね、頑張っていきましょう。はい。はい、ハイラル城まで着きましたと。で、この中に、ダイレクトインします、これ。はい。ダイレクトインしたら、そのまま、厄災ガノン戦が始まるんで、はい。で、そこでダメージを受けると。すると、フィニッシュってなるんで、それで戻されるという手順ですね。けど君のためじゃない。この BGM で始まるんですけども、ダメージ受けましょう。うえ。これでフィニッシュってなるんで、はい、こんな感じでね。すると、あそこに戻されると。あ、始まりました。 はい、こんな感じでね、不穏な BGM で始まるんですけども、大丈夫です。ちゃんと塔のとこに戻されるんで。はい、こんな感じで戻されましたと。で、今日はここまでって感じでね。さあ、これであそこにいる、多分こっちだっけ、ここですね。ここまで足で向かいますと。一応ピンでも置いときますか。はい、行きましょう。はい、皆さん着きました。でな、ちょっともしかしたら いねえんじゃねえかなと思ってたんですけども、いて安心しました。はい。じゃあね、早速戦いましょうか。なんかちょっと待ってください。いますか。あ、いますね。うん。大丈夫だ。問題なくいけますね。じゃあ行きますか。まずですね、エレベーターって呼ばれる 技があるんですよね。まず、動きを止めて、で、このまま、あれですね。リンクが切ってジャンプ、切ってジャンプっていう連続技なんですけども、これが結構面白いんですよね。行きます。これ難しいんですよね。あ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じです。あ、ちょっと待って。そう、こんな感じでね、これ切ってジャンプ、切ってジャンプっていうのを続けると結構面白い挙動というか、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じです。ほら、速いでしょ。これが一つと。ちょ、もう一回いきます。あー、くそ。あー、くそ、難しい。こんな感じですね。はい。で、次が、クイックラッシュですね。爆中限定なんですけども、爆中で、ラッシュ取るとめっちゃ早く素早くラッシュができるんで、ちょっとそれをね、見せていこうかなと思います。あ、ちょっと行かないで、行かないで、頼む。来た。はい、こんな感じで。めっちゃ速くないですか、超クイック。ああ、待って。ほら、こんな感じです。めっちゃ速いでしょ、これ。
めっちゃかっこよくないですか。ほら、これがね一番かっこいいかなと、はい、思います。で次が、これ自分が見つけたんですけども、あ、できない、あの空中でラッシュ取るといきますよ、この感じで後ろ取るんですよね、これ残像だっつって。もう一回いきますよ、あ、くそ、あ、ちょっと待って、俺を助けて、ライネル、そう、ナイス、いけるかな、いきますよ、ほら、こうやってリンクの挙動がおかしくなると。もう一回いきます、おい、かっこいい。自分これがねなかなかうまくいかないんですけども、めっちゃ上手い人はね、あのすんげえ早く切ってるんで、ちょっとそれやってみたいんですけど、そうタイミングゲーなんですよね。で皆さんお気づきでしょうか、みんな BGM とかどうでもいいでしょBGM どうでもよくなってるし、みんな、俺ももう完全に忘れてたわ、あ、今俺ガノンの BGM で戦ってるんだって、うん、多分これ見てる9割ぐらいはもう BGM のことなんて考えてないというね。お、いい、こんな感じですね、うん、今のですよ。じゃあラストいきますか、はいはいはい、あ、くそ、あー死んじゃった、まあ、こんな感じでやぶさめホバーの戦闘でしたと、まあ、皆さん、まあ、この BGM でやる必要ないんですけども、まあ、よかったらね、こちら あの戦闘技、これとエレベーターってやつと、あとクイックラッシュで、あとは空中でラッシュするやつですね、まあ、この3つ大きく分けて、この3つなんですけども、まあ、よかったらね試してみてください。それでは、お疲れ様でした。また次の動画まで、バイバイ。